それではですね、皆様にはですね、今日のあの他の先生方のお話を聞いて思った感想でしたり、何か追加でお伝えしたいことですとか、それからご自分の活動についてなどご紹介でしていただければと思います。それでは先生方の方から改めてお話を伺いたいと思います。はい、ゆい先生、よろしく。私は自分自身は潰瘍性大腸炎で、死にかけましてですね、幽体離脱までしました。その時にですね、いろんなものはもう見えちゃったっていうか、おかしいけど、なんか自分自身なんかちゃんと生きてなかったなって、でなんか35で死ぬなんてもったいないなと思ったんですよ。その時にもう一回行きたいって、すごい強く願望しました。でもう一回体に戻りましたけどもね、その時に非常にまあ腹痛で痛みと、下血がいっぱいありまして、その時にホメオパシーっていうのは出会ったんですよ。希釈浸透して物質がないんだよって。で同じ砂糖玉を4種類もらいましたけど、なんか怪しくてですね、こんなものと思ったんですけど、50ポンド払いましたのでもったいないから飲んでみましたらば、4日目、4粒終わりました。その後に 40.5 度が10日間続きました。でもうほんとしんどかった。しんどいけども先生に電話出たんですよね。もうすごい熱が出て偉いことになってるよって、扁桃腺もいっぱい腫れてって、これは前にかかったことないかいって言われて、いや26の時に取材があったの、点滴打ちながら、そういえば熱があった時にね、解熱剤を取りながら取材に行った、あの時と同じ、まあ、背骨がブルブルして、ああその痛みは戻ってきてるって思ったんですけども、ああそれだとすれば治るからねって、パーンとこう電話切れたわけですよ。そこでやっぱりこれはやぶ医者かなと思いながらも、でもそうのこうのしてるうちに1ヶ月で、ちゃんとしたフォームのある便が出た時に、もう2年も3年ももう泥の便で、まあ、汚い話ですけども、出血の便でしたので、嬉しくてですね、うち昔旦那いたの、今いないんですけど、旦那にちょっと見てこの便って言ったら、君まだこんな細い便かと言われましたけども、本当にその便がフォームがあった時になんて嬉しかっただろうと思いましてですね、健康であるっていうのはどんなに嬉しいことかと、体をですね突き動かしてすごい頑張ってきましたけども、バリバリ働いて体のことなんか、体なんか心が全うすればそんなついてくるんだって思ってやってましたけど、実は体が悲鳴を上げて潰瘍性大腸炎で死にかけた。体を大事にしたい、自分を大事にしたい、自分の心の休みたいという気持ちに素直に休めるようになっていきました。その後からは非常に元気になりましてね、ちょっとベラベラ喋るようになりましたけども、こういうね、富岡市の活動をどうか応援していただきたいと思います。自己注力を使って自らが健康になる、こういうツールはぜひお使いになっていただきたい。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、私この後何喋ればいいかよく分かりませんけど、いやもう喋ることないので、早々に打ち切りますけど、いや何でしょうね、私はね、よく講演とかいろいろやってるので、結構こう、何て言うんですかね、いい医者じゃないけどね、こう結構熱意に溢れてるんじゃないかっていうふうに思ってる人が多いようですが、全然違って本当に治療したくないんですね。これいつもどこでも言うんですけど、治療したくないんです。だから治療したい人が頑張ってもらえればいいなと思って、そういう指導治療をしたいと、治したいという人は世の中にはちゃんといるので、世の中の医者はそんなことはかけらも持ってませんけどもね、そういう人が頑張ってもらえばいいと思って今のあれをやっているので、まあそういう意味でね、こういうコラボ講演とかっていうのもそういう意味合いがあってっていうことがありますので、ぜひそういう人を応援していただければというふうに思ってます。じゃあ、上手にまとめていただきました。治療したいというよりは、一人一人が自分の人生のいわゆる主人公になる。で、自律的で自分の体も知ってるし、自分の人生もちゃんと自分で、楽しく、意義ある人生をね、そしてそのことがひいては周りの人を元気にするんだっていうね、まあがんの人が1人治れば30人が周りの人が元気になるって言われてますし、末期がん1人の人が治れば100人が元気になると言われています。もうあらゆる病気、そんなことは実はあなたの人生にとって、チャンス、まあ、ピンチはチャンスというふうに思います。偉そうに今こんなこと言ってますけども、先ほど由井先生もおっしゃってましたけど、24の時6つの病名で、自分の勤めてる病院に入院して、でその時にたくさんの本を読んだこと、そして、自分自身が水を噛みながら飲み呼吸をし、
そういう生きてる実感をつかんだことがこの道の始まりだったので、皆さんにも本当にぜひね、自分だけしかない、特徴を生かして、この世界に元気と勇気と希望を、していただければいいなと思います。で今それこそないですけど、ちょっと皆さんの手元にこの講座も始める2月から始めるんですけども、ご興味のある方は、川崎でも始めますので、京都はもうずっと長年しておりますけれども、徳島とかいろんなところでも、やっております。今度は川崎でも始めますので、ご興味のある方は来ていただければ、のお仲間でご一緒にしたいと思います。ありがとうございます。本日ゲストに来ていただき、茨城県から来ていただきました、はい、自然農を今試していらっしゃいます照沼さんです。よろしくお願いします。こんにちは。私東海村、茨城県の東海村ですね、農業生産法人、さつまいも今60ヘクタールで、干し芋を作って今販売しているような仕事をしています。今まではですね、大変素晴らしい原子力のエネルギーということでよかったんですけども、JCO の事故以来ですね、今おっしゃるようにそのがんがですね、私の敷地のすぐ脇3分の2ぐらいに迫ってるっていうようなところで、それが今思えば負の遺産になったのかなと思うんですけども、ただ当たり前のことをしてても物が売れないということですね。実は放射線の分析とかいろんなことをした後にですね、これ農業って本当に安全なのかなっていう疑問を得て、実は今私もさつまいもをその当時作ってたんですけども、いろんな病気が出てくるんですね。でもいろんな病気が出てくると、その病気に合った薬が出てくるんですね。でその繰り返しで売り上げが伸びていくんだけど経費がかかっていくと。で俗に、さつまいもってあんまり農薬使わないんでしょうって思われますけども、実は今スーパーに並んだきれいなさつまいもはですね、サリンに匹敵するようなものを使ってるんですね。クロールピクリンというんですけども、これはソマリアで何千とかあるとかって言われて、現状そうなんです。滅菌しちゃうんですね。でそこでだんだん今度いろんな病気が出てきてっていうことで、ある時やっぱりそういうこともありまして、これなんでいろんな虫が出てくるのかなって、最後の、悩んでたのが、そのさつまいもにこう 虫が刺すんですね。針金みたいな、針金虫って言うんですけども、これ原因は何かなって5年ぐらいかかったんですけども、分かったのは土の中にいる腐食を、その針金虫は本来食べるんだけど、腐食がなくなったんでさつまいもにテトリロイドが入ってるって言うんですね。ってことは何かって、人間もものすごくその腐食って必要で、今腐食のないものが多分たくさん多くなってきて、多分体も蝕むんじゃないかなっていうようなことで、それでその後に茨城県最高品質農産物研究会を立ち上げて、もっとこう皆さんにこういいものを提供しようと思って、今ここ10年ぐらい今活動してるんですけども、調べてみるとやっぱり栄養価がかなり落ちてきているということももう一つだし、多分お話も出てるように F1 の話もたくさん出てて、最近になってなんか小麦を食べるなっていう本が話題になってるとか、いろんな、ね、問題が出てきてて、じゃあ何を食べるのっていうあたりになってくると思うんですけども、実際に今それで自分でも畑をですね、肥料も木村明憲さんと奇跡のリンゴで話題になってますけども、木村さんのところにも本当に7、8年前訪ねてって、いろんなお話をして、正直言ってうまくいかないんですね。この10年間大変数億円のお金をなくしてるんですね。でもこれも続けた以上はやらなきゃならないっていうことで、本当に新しいなんかこう方法と思った時に、なんかものすごく土も作物も人間の体でよく似てるなと思ったのは、一つはですね、先ほどのアルミナ、これ作物にとってものすごくやっぱり害なんですね。要するにアルミニウムが溶け出すっていうような、でも実際に美味しいものを作るためにはやっぱり酸性するんですね。弱酸性とかで酸性にしすぎちゃうと溶けすぎてそういう害を起こしたりとか、だからアルカリがいいのかっていうと、アルカリだと今度芋が作物によっては育たなかったりする。でそのバランスは誰が決めるんだって、本来はその作物が適応するのが本来の姿だと思うんですね。でも全てが今人間がコントロールしてるんで、いろんな病気が出てしまう。で今やっとここ8年目でなんかもうちょっとずつですけども芋ができてきて、よく葉っぱを食べる虫がたくさん出るんですね。でひどいところはもう全部食べられちゃうっていうような。でも木村さんじゃないですけど、うちのさつまいもの葉っぱ食べないんですね、虫が。
でよく、まあ、少しはやっぱりこう食べられるというようなこともありますし、まあ、そういうことを考えていくと、その健康な野菜を食べていくということと、先ほど言ったのよく私も言われるんですけど、妬み、ひがみを持って畑に行くなっていうようなことをよく言われて、でもやっぱりどうしてもね、人間の感情なんか妬む時もあるし、ひがむ時もあると。それでなんかずっと前に思い出したら、実は私の友人から勧められて、あのドイツ の, あのバイオダイナミック農法ってありますね。これをいちいち書き回すのも大変で、こんなことやってられないよっていう話もあったし、だから今後で分かったんですけど、実はこのブロードキャスターっていうものを立ててるんですね、10年ぐらい前に。これどうするんですかって、エネルギーを飛ばすんですよと。そんな全然分からなくて、その前ちょっと前になんか波動がいいよって言われて、波動水って言われて、まあ騙されたと思っていいかなと思ったら、確かにトイレに行く回数が多くなったりとか、まあ、あのうちの従業員もよく下痢するようになったりとか、なぜかってデトックスが始まったのかなって後で言われましたけども、まあ、そういうことをしてて、まあ、土が変わるのかなと思ってたんですけど、やっぱり10年間あまり変わらない。だからそうは多分変わらないんでしょうね。ただ着実にいい方には進んでるっていうことも分かって、まあ、その後にじゃあもっとなんかもっとそのなんかこうあまりこう外れちゃう、なんか銅のパイプを立てて環境を良くしましょうとか、ちょっと分からないんですけども、そしたら最近になってなんか空間エネルギー研究所っていう方のすごい話を聞いて感動してて、私はまあ自分の体ももちろんそうなんですけども、いかにこう土が良くなって自然にこう何ですか、皆さんがこうもう誰が種をまいてもうどんな環境でも育って、まあどんな環境でしょう、適切な環境の時に育って健康な野菜が食べられるような土作りをですね、今求めてるというところで、それとものすごくあの一致しているのが人間の体で、今特に今気を使っているのが実は鉱石だったんです。石を使っている。最近は小野鉱石とか硫黄石とか何々石とか何々石とかっていうのを今畑にちょっと今入れてて、だいぶやっぱりミネラルの供給がものすごく影響しているのかなというところで、ものすごくこうなんか合ってるかなというふうに思って、あまりあのこう何ていうんですか、あの農家の人があの、ね、体のことをああだこうだっていうのは一人か二人の人は言うんですけど、皆さんに言うと詐欺だって言われるんでちょっとやめときます。以上です。すいません。ありがとうございます。次は荻原彩子さん、お願いします。皆様こんばんは、荻原彩子と申します。今日はたくさんの素晴らしいお話ありがとうございました。私はあの皆さんのご経験とは全く違う、主婦とお母さんという立場から、実は今日は Facebook に、ナチュラルスタイルというものを、ちょうどもう少しで2年になりますけれども、2年前に立ち上げまして、非公開という形で、今のいろんな食の状態と社会、まあ、いわゆる、宇都宮先生の社会力ですよね、そういったものをやはりきちんとした形で、交流して情報交換したいということと、情報交換だけで終わらずにできるだけ直接お会いして小さい形でセミナーをしたり、そのいわゆる子育てしているお母さんがどうしても中心になっていますけれども、世の中を変えるのは本当にこれからの子どもたちをどう大人が守れるかという、その大人が子どもを守らなきゃいけない、今とても、時代なんていうかしら、もっと関心を持たなきゃいけない時代っていうふうに私はすごく感じて、これを立てたわけですけれども、今ちょうど2000人を超えまして、毎月大体3回か4回は小さな活動をしております。でそこの地域の今はリーダーというか、ただそのこうだったの心配よねということではなくて、いろんな講演を聞いたらその後のフォローみたいな形で小さな会をして、それをどこをどうしていったらいいかというね、例えばそのスーパーで裏を見ましょうということを、一人でやると恥ずかしいわよねというお母様もまだまだいる中で、実はかなりあのスーパーで裏を見るというのはもう当たり前のようなあのグループができていたりしております。で今やってることは、その今は湘南と 大田区と江戸川と、それから埼玉、それからあとは岐阜、そういったところにあの食育セミナーをやるお母さんたちが出始めまして、本当に小さい会ですけれども、家で10人ぐらいが集まったり、公民館を借りて15人から20人ぐらい、小さいところですけれども、あとはあのいわゆるその
参考になるような添加物の本ですとか、宇都宮先生の本ですとか、熱心な方はやっぱり 20〜30冊持っていらっしゃるので、それを貸し出し文庫をしてみたり、そういった本当に小さな活動なんですけれども、ただ情報交換だけではなく、子どもを守るためにどうしたらいいか、ワクチンって怖いわよねとか、そういうそのなんとなく知っているというところからもう一歩踏み込んで、どうしたらストップできるか、具体的なビデオをみんなで回したりとか、そういう活動に動くようなことを実は今2年目になってできまして、リーダー作りというワークショップをしたりという、まあ、Facebook からもう一つ、はみ出したというか、動きに、転じるというようなことをさせていただいています。こういった、会にもできるだけたくさんの人を動員できるように、私は主婦がというか、女性が、食というものはやっぱりまだまだ日本では握っているので、やっぱり女性が意識を変えて、やっぱり食べ方は生き方というところに今日のお話を伺っていても、心の持ち方全部食べ方と私は一致するんではないかと思っておりますので、パパもママもホームドクターとか台所大事とか、まあ、そういった言葉を、まあ、皆さんで共通語にしながら、まずは家庭の中でいただきますを大事にしましょう、ごちそうさまはどういう意味かというような、そんなお話なんかもしながら、本当に地道な活動ですけれども、こういった会をもう少し、どんどん下に広げていくというか、実践の場での活動をさせていただいておりますけれども、まあ、そんなことをご紹介くださいと今日言っていただけましたので、まあ、こんなことをやっているグループもあるということでご紹介させていただきました。今日こんな場で本当にありがとうございました。Facebook のナチュラルスタイルというグループで誰でも入れるんですか？はい、ではFacebook をされている方はぜひこちらの訪ねてみてください。次に愛知県から来ていただきました清水千恵美さんです。よろしくお願いします。はじめまして、ありがとうございます。今日はこの場を、健全な体に健全な心が宿ると言われています。輝くばかりの健康体になるのだという人の、応援をしています。ご一緒に輝くばかりの健康体になっていきませんか？今募集中です。私は7年前に、このまま行ったら命はないと聞かされ、食べても食べても痩せていく恐怖の中、心と体もつらくどうしようもない時、26キロでも生きていた人のテレビを見て、そこまでは26キロまでは生きられるんだって思ったら、がぜん勇気が湧きました。そして楽に生きる庭をテーマに歩み続けてきたら、ここにたどり着いたという人生の清水千恵美です。よろしくお願いします。肉体がある以上、肉体とうまく付き合い、そして心ともうまく付き合う、とっても大切なことだと思います。たかが姿勢、されど姿勢です。その鍵を握るのは仙骨にあると思っています。そこにたどり着きました。皆さんにちょっと考えてほしいんですが、ボーリングの球、ボーリングを皆さんされたことありますよね。ボーリングの球ってこうやって抱えた時とこういうふうに抱えた時とどちらが重いでしょうか？重い方はこちらですね。軽い方はこちらですね。なんでって考えたことなんてないですね。で、重いボーリングの球をこれ頭、体と例えるんですね。重いボーリングの球を頭、そしてここは重い状態でこう支えた時には、じゃあ肩だとか背中だとか腰だとか辛くなってきますね。で、疲れたっていう感覚が多分あると思うんです。でも真上にあった場合はどうですか？これはどこが支えてるかっていうと、これは仙骨が支えてるんですね。これが背骨です。仙骨がきちんと立っていれば、頭はちゃんと上に乗ります。第一頸椎、第二頸椎がちゃんとはまって楽な姿勢でいられるわけです。それをしないがために、何をしても疲れちゃうとかいろんなことになってしまうんですね。
で、仙骨をじゃあ立てるのはじゃあどうやって立てるんだっていうと、後ろにも置かせていただきました。この本にも書かせていただきました。そしてチラシも、入れさせていただいた、レッスンも、東京で始めることにしました。で、仙骨を立てるのは非常に簡単です。瞬時には立ちます。で、立った時にレッスンの時にやってるんですけど、こうやって横から押すと倒れないんですね。でも仙骨を立てない前に立っていただいてすると完全に皆さん倒れちゃいます。でも仙骨を立てると皆さん倒れません。で、その時に私がいつも言う言葉は、これが何事にも惑わされずにぶれない体ですよ、これが本来の自分ですよということをお伝えします。この正しい状態っていうんですかね、それを脳にインプットすることがとっても大切だと思います。脳はいつもごまかされちゃいますから。でも、これがなかなか維持できないんですね。その時は立ちますけど、維持できないっていうのが問題になってきます。理想な姿勢になるためのインナーマッスルが、眠ってしまっているからです。インナーマッスルとは外の筋肉ではない中の内側の筋肉、骨とか内臓を支える筋肉のことなんですけど、それが、目覚めてないために、眠ってしまってるっていう。朝目が覚めた時と同じで、目覚めてるから立ち上がれるんです。目覚めなければ立ち上がれません。自立ができません。ここが大事なんですね。筋肉も、立ち上がるためにね、心も体も目覚めさせるんです。そしてバランスよく強化していくことで、お腹周りに圧がかかって、そして意識なくても自然に仙骨が立っていられるようになります。レッスンに来てくださっている方のお話ですけども、月に1回のレッスンで、とても歪みのひどい人でした。医者からはもう、死ぬまで正座はできないですね、無理ですね、諦めてくださいって言われた方なんですが、本当に2回目ぐらいのレッスンでもう座れるようになりました。歪んだ状態で最初は座ってましたけど、今はもう完全に、きちんと座れるようになりました。そしてその方が1年経った時に、言った言葉が、私は頑固なんですねと自ら言われました。そこでここの気づきがあったということですね。せっかくですので、ここでちょっとね、皆さん今日はずっと座ってらっしゃるので、帰り道がこけてもいけないのでね、なぜかというともう座った状態で何時間もいらっしゃるので、ずいぶんね凝ってらっしゃると思うので、ちょっと、やってみたい方、実験してみたい方はちょっと立っていただけますか。簡単なことです、はい、自分の体に気づくということがとっても大事。そしてこれをお土産に持って帰っていただき、実践していただくとどんどん変わってくるということがあります。まず立っていただきました。自分のお尻を触ってどれぐらいの硬さか確認してください。決して隣の人、他人を触らないようにセクハラで訴える。はいはい、じゃあそこでお尻が締められる方、お尻の穴をクーッと締めてください。締められました。お尻の穴をクーッと締めた時に何の変化がありましたか。何か他に変化、お尻を締めた変化はあります。それ以外に変化はどっかにありましたか。膝にあった人いますか。はいはい、チラチラですね。じゃあお尻を締めたまま膝をグー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 と伸ばしてください。グー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 と伸ばしたら今姿勢がすごい変わりましたね。わかりました。それでお尻を触ってみてください。自分のかつてない硬さのお尻になってませんか。そういう方が多いはずです。初めからまあ締まってる方は仙骨立ってらっしゃる方なのであれなんですけど、ですか。はい、で今足グッと膝伸びました。でこれをね、愛してるよ、愛してるよって心の中でも口でも出してもいいです。愛してるよ、愛してるよって言ってあげてください。言いながらぐーっと伸ばしてみてください。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよって、どん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 背筋が伸びてきましたね。お腹のこの辺が上がってきませんか。上がりましたね。これが本当です。はい、じゃあこの状態でいいですか。この状態をじゃあさっき持続するのが難しいと言いました。じゃあこの状態で呼吸してくださいね。はい
この状態で座ってみます。はい、腰掛けてみます。この状態で腰掛けるんですよ。今使った筋肉のは腰掛ける。今の使った筋肉そのまま使うんですよ。はい、皆さん隣の方とか見ても、最初に座って今まで座ってた姿とは全然変わりましたね。わかりますか。そうやって自分の体を気づくということ大事ですね。はい、こんな感じで今日今からなるべくお尻をクッと締めて膝を伸ばすということが大事です。膝を伸ばさないとかかとからついて歩くことができません。はい、ほとんどの方が膝を曲げて歩いてらっしゃいます。膝を曲げてこうやって歩いてる人がすごく多いです。そしたら膝に負担かかるはずです。そう、膝が痛くなっちゃう、膝がどんこうなっちゃう、すごく多いです。で、毒素も溜まってきます。ここからいろんなもの出てきます。だから高が姿勢歩きされど点々点なんですね。インナーマッスルをバランスよく整えることは現代人にはとっても必要です。今特にインナーマッスル、インナーマッスルって聞くから結構皆さん知ってらっしゃいますね。で、脳の活性化にもすごくいいんです。ボケないって言われてます。本当ですか。まだ私ボケたことないので、はい、まだ実習がちょっとできませんけど、はいね。で、歪んでる体で長い時間歩いたり登山したりスポーツしたりしたらどこかが悪くなるのは仕方ありません。やりたい方は覚悟してやってください、ね、それでなかったら歪みを取る、ちゃんとインナーマッスルを鍛えてからやられるとすごい成果も上がります。運動神経良くなりますから、ね、そういうことを頭に置いて、常に歩いていただけたらいいと思います。で、理想の姿勢、歩き、そして心の気づきでどんどんチャクラがバランスよくなってどんどん元気になります。元気になると感謝がいっぱい湧きます。仙骨をだから意識するということはとっても大事だと思います。よかったら、本も読んでみてください。レッスンにも、自分を目覚めさせる意味でも、来ていただけたらと思います。ありがとうございました。座ってる方は愛知県の他に東京で今度12月10日にされるということでチラシが入っておりますので、興味ある方はぜひ参加してみてください。ちょっと時間がありますので、じゃあ会場の方で先生方に何かどうしてもこれを聞きたいというようなことがあれば挙手していただければと思います。すいません、由井先生にご質問したいんですけども、お話の中で太陽を見るんだというくだりがあったんですけど、時間的にはその15分だという数字も具体的に出していただいて大変ありがたかったんですが、私のその質問はその15分間その太陽を見て大丈夫なのかとそのいうことをご質問です。はい、まず朝日を見なきゃいけません。ですから皆さん今だと、まあ、6時半には起きないといけないということです。で、朝日が上がるとともに見ますの で見るときには三角を作ってですね、こうやってで、この中に 両目を入れます。両目を、それでそうすると太陽の光はここでぐるぐる回りますので、光彩に太陽の光を入れるっていうのが一番体が治る日配行って言いますけども、これは古神道で使ってる一番免疫上がるやり方です。朝日です。昼の太陽じゃないです。で、最初はやってると涙ボロボロ出ます。で、コンタクトレンズをしない、メガネやらない、こうやって東の方を向いてやっていって、まあ、2分から始めて3分にし、4分にし、まあ、15分できたら御の字ですね。素晴らしく、どんどん伸びていきますので。でも早く起きないとこれができないです。太陽が昇るの待ってるんですかね。そうです。私は遅くなった時にはだいたい8時頃でもやります。もう全然、はい、目は平気です。住んでる地域によってね、はい、その平場で住んでる人はいいと思うんだけど、その山の陰から出てくる地域に、はいはい、住んでる人でも大丈夫です。それをどん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 やっていくことによって目が慣れてきますので、朝の太陽は金です。
ぜひ、まあ、12時まで行かなくてもいいかもしれませんけども、朝のもう登った時から約9時とか9時半ぐらいまでは全然大丈夫ですから、それは目が慣れないからそうできないんですよ。だからだんだん慣れていくようになりますので、ぜひやってください。それ健康のもとです。これはね、ミトコンドリアっていうのがいるんですけども、細胞の中にね、このミトコンドリアっていうのは、これは葉緑素なんですよ。実はクロロフィルなんですよ、大元は。ですからクロロフィルはどうしてできるか、太陽を浴びてできるんですよ。ですからミトコンドリアが活性しないと私たちは元気になれないわけですから、直接植物を食べてじゃなくて、直接太陽を食べる、人間になっていったらいいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あともう一方ぐらいいらっしゃいます。お勉強になるお話ありがとうございます。今までインフルエンザワクチンとか、まあ、子供がその母子手帳書いてるような注射とか予防接種受けに行かなきゃみたいな感じで全て受けてきたんですけど、インフルエンザ もう今年も予約しなきゃと思ってたところなんですけど、ちょっと今日のお話で考えを改めようと思うんですが、今まで去年まで受けてきた分っていうのは、まあ、そのまま体の中に蓄積されちゃってるっていうことを。もう全部任せましょう。私たちはおしっこもしますし、汗もかきます。まさか 8×4 塗ってないですよね。汗も塗らないように、汗を出して、糞便を出して、おしっこも出して、湿疹も出して、熱も出して、こういうことをするとじわ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 水銀とアリナ出てくるんですけども、時間かかりますよ。一足飛びにやるためにホミオムシのリメディを使いください。ホミオパシーではないんですけれども、黒入りの玄米を煎じて梅を仕入れて、実際には実験もいっぱいしてますので、有害なもの出ていきますので、あんまりお金もかからんと、いろんな体験を積んでおりますので、黒入りの玄米もいいと思います。堤先生は、もう任せます。先生はね、汗かくというのは大事かなと思いますけど、栄養学的には水銀とかはセレンが非常に出すのに、排出に促すっていうようなことは言われますね。あとやっぱりマグネシウムは本当に細胞が働く上で重要なので、マグネシウムみんな取ってないっていうのがありますから、まあ、その辺を意識したりとか、まあ、すればいいのかなっていうふうに、まあ、初期的には思いますけれどもね。はい、でも、まあ、今言ったような話でいいと思いますけど、何かありますか？私どもはもう食の中ではもう特殊なものではなくて、本当に東條百合子先生の、まあ、本がもうとても読みやすいということもあって、本当に美和の葉療法ですとか、やっぱり黒入り玄米、実は昨日の夜もずっとフェイスブックやりながらずっと1時間半かけて作ってましたけど、まあ、そういうものをやって、それをもっと焦がして、今朝はそれをフードプロセッサーで細かくしてコーヒー代わりにするとか、まあ、そんなことはね、一番簡単なので、本当に誰にでもできるようなことを私どもはお伝えしています。でどっちかというと、私たちはその病気にならないという手前のところでやってるものですから、病気になったらもう虎子先生の方にどうぞという形にしておりますので、病気にならない体を作るという知識をできるだけ日頃から心がけたいなと思っております。ありがとうございます。それでは時間も過ぎましたので、これで座談会の方を終了したいと思います。先生方どうもありがとうございました。